長さ20フィートの ISO コンテナ。これが 1TEU とみなされる世界最大級のコンテナ船エママースク。コンテナ積載数は高渉1万 1000TEU とされるが実際には1万 5000TEU まで積載可能とみられている。TEU とはコンテナ船の積載能力やコンテナターミナルの貨物取扱数などを示すために使われる。 貨物の容量のおおよそを表す単位。コンテナ船、トレーラー、貨物列車など異なる輸送形態の間で共通して積み込むことができるサイズが標準化された金属製の箱である ISO コンテナのうち20フィートコンテナの1個分を 1TU とする。同じような単位に負があり、1フィコール 2TU となる。主な ISO コンテナの全長比較図。 HTU の基準となる20フィート ISO コンテナ一つ、分の容量は、長さ20フィート、幅8フィート、高さ8.5フィートを標準とする。ただし高さについては20フィートコンテナの中にも、様々な種類があり、8.5フィートの他には、ハイキューブと呼ばれる、高さ9.5フィートのものや、ハーフハイトと呼ばれる、高さ4.25フィートのものもあるが、こうした、 高さの異なる20フィートコンテナもすべて 1TU とみなしている。また40フィートコンテナは 2TU とみなされるが、高さの違うハイキューブコンテナについても 2TU とみなされる。45フィートコンテナは容積で見れば 2.25TU と計算できるが、これも 2TU とみなす場合も多い。TEU とは標準的な 大きさのコンテナ1個分相当というおおよその容積を示す単位であり、様々な大きさのコンテナごとの容積を正確に反映する単位ではない。標準的な長さ20フィート、幅8フィート、高さ8.6フィートというコンテナの容積は1360立方フィートになるが、高さ9.6フィートや高さ4.25フィートのコンテナでも 1TU とみなすということは、 1TU には680立方フィートから1520立方フィートまでの幅があるということになる。TEU は容積の単位であり、それ自体は重さの単位ではないが、20フィートコンテナの最大の重量から 1TU のおおよその重さを導き出すことができる。標準的な20フィートコンテナの最大総重量は2 4 0 0 0ラムであり、 コンテナの自重を除いた貨物自体の重さである最大積み荷重は2万1 6 0 0ラムとなる。ただし重量物運搬用の特殊な20フィートコンテナの場合最大総重量は3万5 0 0ラムコンテナの自重を除いた。同様に40フィートコンテナの最大総重量は3万4 8 0ラムとなりコンテナの自重を除いた。 最大積み荷重は 26,500kg となる。重量の面から見ると、1不和 2tu に等しくならない。ありがとうございます。